ベルナール・プティジャン、ベルナール・タデ・プティジャン、フランス語、ベルナール・サディ・ピティト・ジェン、1829年6月14日から1884年10月7日は、フランス出身のカトリック宣教師である。パリ外国宣教会会員として、幕末の日本を訪れ、ご反省を日本の布教に捧げた。1865年、大浦天主堂での隠れキリシタンの発見。 新徒発見の歴史的瞬間に立ち会ったことで有名。エプティちゃんは、フランスのブランジ村に、船大工の子として生まれた。1847年に大丹上学校に入学。1854年に司祭に除外された。母校の教授2年、ウェルダン小教区のジョニー司祭4年、諸配誘士の幼きイエズス会の修道院付司祭半年の後、1859年に、 パリ外国選挙会に入会し、日本への布教を志した。1860年、万円元年に日本布教を命ぜられる。当時の日本は、外国人の入国が困難であったため、香港を経て、琉球に渡り、中で2年間、フューレと共に日本語と日本化を学んだ。1862年、文久2年11月に、横浜に上陸し、1864年には、 長崎に赴く。任務は、大浦の居留地に住む、フランス人の主木ということであった。後にプティジャンは、日仏通商条約に基づいて、長崎の西坂、日本二十六星人の殉教地を見ることができる。丘の上に居留地に住む、フランス人のために教会を建築する許可を得た。こうして建てられたのが、大浦天主堂である。 プティジャン神父は1866年、慶応2年10月には、香港で、日本大牧区司教に任命された。同年12月横浜を経て、長崎に着任。フューレ、空山、アンブルステ、ポアリエラと共に、信者の指導を開始。1867年7月、浦上切り死単体保事件が起きる。各国の講師、領事を通じて幕府に抗議し、 事件の通報及び援助の獲得のため、同年10月横浜を出港、フランス各地を経て、1868年、慶応4年に1月、ローマで教皇ピオ9世に謁見した。ローマ滞在中、画家に26聖人巡教の油絵作成を依頼。図書館では、日本関係文書を探して、公共用理問答集他2冊を筆写した。同年6月、ドロを連れて、 長崎に起任。1869年、明治2年5月、バチカン公会議出席のため、再度ローマに赴く。1870年、明治3年1月、浦上キリシタン約3000名のソウル罪を、ローマで聞き、早速帰国しようとしたが許されず、同年12月に帰国し、信者釈放に尽力した。1873年、明治6年3月大より、 信者の釈放既存命令が出ると、香港経由でパリ本部に宣教し15名の来園を打電した。長崎を拠点に、キリスト教不教や日本人神徒組織の整備と、日本人司祭の養成、教理書や各種出版物の日本語訳などに力を注いだ。1876年、明治九年ローマに赴き、日本教会の分割を申請。同年5月、不教少将は、 申請に応じて、南位、北位の二教区を設け、南位教区長には、プティジャンを、北位教区には、オズーフを担当とした。1877年、明治十年大阪に、死教座を定める。1880年、明治十三年長崎に移り、1884年、明治十七年に、大浦で死去し、大浦天主堂内に埋葬された。 大浦天主堂は当時珍しい洋風建築だったので評判になり近くに住む日本人はフランス寺南番寺と予備見物に訪れた。プティちゃんは訪れる日本人に教会を開放し自由に見学することを許していた。プティちゃんが本来居留フランス人のために建てられた天主堂を興味本位で訪れる日本人に対して解放し見学を許していたのには 理由があった。長崎がキリスト教順教者の土地であることから、未だ信徒が潜んでいるのではないか、もしかすると訪れてくる日本人の中に信者がいるのではないかという、わずかながらの期待があったからである。果たして1865年、現時2年3月17日、旧暦2月20日の午後、プティジャンが庭の手入れをしていると、やってきた15人ほどの男女が、 教会の扉の開け方が分からず難儀していた。彼が扉を開いて中に招き入れると、一行は内部を見て回っていた。プティジャンが祭壇の前で祈っていると、一行の一人で杉本由里と名乗る中年の女性が彼の元に近づき、我らの胸、あなたの胸と同じ、私たちの信仰はあなたの信仰と同じです。サンタマリアの御像はどこと囁いた。 村上から来た彼らこそ三百年近くの間、死の危険を犯してまで、キリスト教の信仰を守っていた隠れキリシタンと言われる人々であった。プティジャンは驚き喜んだ。早々サンタマリアでござる。あれあれ、恩子でずズ様を抱いておいでなさる。プティジャンは、この司祭をヨーロッパへ書き送り、大きなニュースとなった。以後、続々と長崎各地で、 自分たちもキリシタンであるという人々が名乗り出てきた。プティちゃんは見学を装って訪れる日本人信者に対し秘密裏にミサや指導を行う。しかし堂々とキリスト教の信者であることを表明する者が現れたため、江戸幕府やキリスト教近況政策を引き継いだ明治政府から迫害や弾圧を受けることになる。詳しくは浦上4番崩れの高参照のこと。 しかしプティジャンによるキリスト教徒発見と明治政府による一連の弾圧行為の情報が欧米諸国を動かし日本に対しキリスト教弾圧政策に圧力をかける結果につながり江戸時代より近況とされてきたキリスト教信仰の復活のきっかけとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。